当歓迎できない音はうちの歌じゃありません。お前は今日からできんな。そんな、ここで俺演出な。そんなで俺ちょっとしきちゃんの体に増えるわ。ここがやってか、こんな感じです。はい、うん、てか俺とってね、振り払ってな、俺を。はい、はい、そんな社長、アイドルの価値は何ですか。そこ怒りながら言って、社長、アイドルの価値って何なんです。は、何なんだお前は。あ、思い出したぞ、確かセルフプロデュースのままごとアイドルの TO か。子供の成長の場になっているアイドル活動をバカにすることは俺が許しません。アイドルの価値は運営の思い通りに動けるガキかどうか。ごめんなさい。いや、ドリンクバードリンクバーは口がなくているね。アイドルの価値は運営の思い通りに動ける楽器かどうか、それだけだ。じゃあな、私は忙しい。チキショー、チキショー。スキドルってオタとオタが争うもんじゃないだろ。チキショー、チキショー。アイドルの価値はお金じゃない。違う、そんな言うけどね、もう慰めてない。アイドルの価値はお金だけじゃない。もうつくからラスト1回通してで、チキジカさん、やっぱちょっと言葉がちょっとこうしてほしいっていうアドバイスがあるから、はい、ちょっと一回言ってみて、言ったところであのまたアドバイスするから一回言おうか。ちょっと言葉直しましょうか。はい、いきます。3、2、1。あいつ、お前たちだったのか。違う、あ、最初から姉さん、あ、そっから姉さん俺だけかと思ってた。しきちゃん、黙ろ。しきちゃん、じゃあ間違えた。姉さん、そういうことだったんだな。お前が必死に1位にこだわる理由が。姉さんは今年でアイドル終わりなんだ。 79% か。結構やばない、もっちゃん。確かに79やで。もう回ってます。え、ちょ待って、待ってよ。そんな、おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつ見てるか分からないので挨拶を全部しました。ワクワク撮影隊の監督です。何やろ、お前は映ってるのは監督なんで今。いやね、ルームミラーです。ちょっと待って、今恥ずかしいこと喋ったから、回すなら回すって言ってよ。もういやいや、そういうところが大事なんですよ。すげえ喜ばしいことしてくれるやん、お前。おはようございます。いや、俺はいらんねんて。だからしきちゃんは今日どこに。まずは監督から。いやしきちゃんだって。まずは監督から。今日はどこに。視聴者は俺ばっかり飽きとんやって。おはようございます。おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつ似てるかわからないので全ての挨拶をしました。しきじかさんです。すごいワクワク撮影隊のあの端っこにいてる人です。お名前は。しきじかです。よろしくお願いします。はい、しきじかはひらがなでしきじかと書きます。はい、カタカナではないんですね。そこ大事ですね。昔カタカナだったんですけど、ひらがなに変えました。芸名変えた感じですかね。はい、まあ藤岡弘に丸がついたみたいな。お前。確かに。あれ冒険隊、探検隊。あれ藤岡探検隊。謎ですね、あれもなかなか。お前ら気をつけろ、アマゾンには毒がいるんだ。あれめっちゃおもろい。安全本部だけし。さあ、今日皆さんでどこに行かれる感じですか。今お昼からの風俗ということで、キャバクラ巡りからの部屋です。あー、いいですね。 YouTube ね、最近厳しくなったね。 YouTube から多分バンを食らうと思うんですけど、その点はね、まあ、しょうがないってことです。覚悟の上ということですね。はい、わかりました。 P なんていりませんか。もう完全無修正ということでいいですか。はい、バズるためなら何でもする感度。大事ですね、その気持ち大事ですよ。もっちゃんが出てくれるだけでこの動画見てくれる人もいる。今日は何をするんですか、はい、監督。監督の口から言うんじゃなくて、しきちゃんの口から言うと、もう僕の口から言っちゃっていいんですか。俺なんか今日は、自主制作の映画を作りに。ほうほう、自主制作の映画。はい、場所はどこですか。場所は某カラオケボックスです。某カラオケボックスでの撮影ということで。はい、はい、タイトルとかあるんですかね。あ、何やろ。台本のようなのがあるじゃないですか。台本写しても大丈夫ですか。もう写ってますけど。こうしておきましょうか。はい、写してよ。はい、自主制作映画スキドル5。
アイドルの価値ってなんじゃらほいって書いてありますね。アイドルの価値、難しい話題ですね。そうですね。ジャーナリストみたいな感じになりますね。ジャーナリスト語りがね、どういうことですか。アイドルとはですね。どういうことですか。アイドルとはって必ず実際皆さんの監督のアイドルの価値って何だと思います。そうですね、もっちゃんは、んアイドルですか。価値ですか。価値それあれじゃないですか、顔ですかね。ごちそうさま。あー要するに綺麗可愛い、いやほど上確かに。いろんな立場から見るアイドルの価値があって、その我々オタク側から見るアイドルの価値、はいはいはい、それから運営さん側から見るアイドルの価値、イベントをしてる人側から見るアイドルの価値ってなんか違うと思いません。はははは。それはやっぱり月塚さんのアイドルの価値って言ってますよな。僕は今一応オタクなんで、オタクとしてのアイドルの価値を言えば、まあみんなを癒してくれる。僕の心を癒してくれる。ははは、素晴らしい。それがアイドルかなと。でも決して対象ではないと思う。うん。でもそれだけでもないんですよね。そのさらっと決してこと言いますね。あ、そうだ。しきちゃんの一番推してるその例のアイドルちゃんは対象ではないと。ではないです。いやいや、でここめっちゃいいこと言っとんのに台無しじゃないですか。もっちゃんはそれを見てあらへんと。僕の役柄はジャニー式次かという。ジャニー式次か、それは役名がジャニー式次かですか。なんかやジャニー式次かという役らしいです。ジャニー北川じゃないんですけど。それをモチーフにした感じですかね。あの、すいません北川さん、申し訳ございません。もし見ていらっしゃったら、すいません、あの、こんな、もう、本当申し訳ありません。大変申し訳ございません。深くお詫びを申し上げます。ちょっとあの、後で僕のところモザイク入れといてください。なんか俺が悪者みたいなんだ。ちなみにこの台本作ったのは誰ですかね。台本は監督ですか。監督でした。さあ、社長の役ということですね、しきじかさん。そうですね、なんかアイドル運営の社長の役、南田という役、はい、役名でございまして、はい、まあ、そうですね、僕の役柄はアイドルをとても大切に思ってて、はい、で、なんでしょうね、アイドルとお客さんが近いっていうことに価値を見出してる。 そうですね、そんな感じの役柄ですかね、うん、まあ詳しい内容はまたこの映画見てもらって、はい、分かると思いますので、はい、ご期待、お楽しみ、はい、どんな役をされますか。さっきネタで言ったその、はい、お客さんがたくさん入れば入るほどアイドルの価値は高いって言ってた人、まあ、たくないよね。基本的にまあ、収益っていうかな、まあ、こう1回1回のライブって言ったらどのアイドルでもお金が発生するとは思うんだけど、いかにどこのグループよりも、1円でもたくさんの売り上げを上げること、売り上げを上げることができたら天下無双のアイドルやって思ってるオタクをしてます。そこの TO です。社長と協力して一緒に頑張ろうね社長みたいな感じに社長にすがっている、まあクズです。だからクズ谷です。ちなみに TO って何ですかね。トップオタって言って、トップオタ、はいはい、ちょっとアイドル現場に行ってるいわゆるもう常連さんみたいな感じ、そのアイドルの常連さん、うん、そうそう。でそのアイドルも実はあのモデルがありまして、知ってるかな視聴者の皆さん。奈良県は多分知ってると思いますね。奈良県知っとる。奈良県分かる。ワンちゃん奈良県知らん可能性ある。うん、大丈夫だと思いますね。大丈夫。はい、俺海外の方でなかったら大丈夫だと思います。大丈夫。はい、俺昨日奈良県知っているの。大丈夫。おかしいな。おかしい。あんなに奈良県の某アイドルを応援してたのに。誰が。あなたですよ。くず谷が監督です。めっちゃ美味しいもんがあるから、はい、ぜひね、お二人もね、美味しいもん食べましょう。はい、はい、ワクワク撮影隊チャンネル収益ゼロのくせに、ね、お金はマジピアまで。確かに10ピで頑張ります。チャンネル登録者がもっと増えたらね、収益が入るから、こういう時にしきちゃんとかまっちゃんこういう時に協力してくれた人もみんな、はい、あの、怒ったりはできるけど、今日はねマジピで
実費で、はい、行きましょう。頑張りましょう。キャバクラ崩れのグループに言われたくないわ。何がキャバクラじゃ。頭を使って運営しとるんじゃ。運営の気まぐれで価格を上げたり、女の子の個人情報をネットに晒したり、お前のところがしてやることは悪すぎるんじゃ。はガキは、ガキは大人の言いなりやったっけ。あれは現実を突きつけて。ああ、その次は？あの野郎、あまんまんまい。オッケーオッケー。あれは現実を突きつけたまでや。あの野郎、ワンマン前に病気なんか、インフルエンザやけど病気にするわ。病気にしやがって。ガキは吐いててもステージに立って踊ってればええねん。分かったか、お前は。鬼やな。いや、神じゃん。お前みたいなやつがいるから子供が大人を信用できなくなんねん。ここ、待って、真面目な話。ここが一番この映画の見せどころやから、これ食べてほしい。食べみたいなやつがいるからな。子供が大人を信用できにくらんねん。っていうのをもう、メトコンテに行ってほしい。コルトシどっちが大きいか今っちゃ分からん。ポンポンになって、ここ四季塚さんすごい上手やったから。お前のところになった四季塚さん、見本。いや、あれはたまたまです。はい、3、2、1。何が一流の帽子取れねん。何が権力じゃ。ポンポンになってみ、お前らの心の中に何が残るんじゃ。素晴らしい。久しぶりの撮影でかなり緊張してます。朝からいろいろドッキリもやって楽しませていただきましたけれども、ドッキリにやられちゃいました。まあ、今日一日頑張りますのでよろしくお願いします。そうですね。まあ言わんでも、はい、見ればわかる。見ればわかるということで、はい、ぜひ見てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、以上です。以前アップした、スキドル、映ってません。人の思い出映らない。スキドルな、お尻のやつ、それの第2話ということで、続編なんですけれども、今回もまた違った展開になるんで、スキドルの自主制作映画楽しみにしておいてください。ワクワク撮影隊でした。バイバーイ。